皆さんこんにちは。いつも演奏動画をご覧くださりましてありがとうございます。今回の動画はちょっとアフレコをつけてみております。そして今回の映像はすべて GoPro のネックマウントで撮影してみました。このホールオブホールさんの様子も分かったらいいなと思っております。で、今回はリモネールブックの一応これでうまくいけば完成になるんじゃないかなっていうテストにやってきました。この動画をね、見てくださってる方の中でこの場所来たことある方何人ぐらいいるんでしょうかね。とてもね、素敵な場所なんですよ。今日はちょうどお天気もいいので青空も綺麗でしたね。ちょっと早く、待ち合わせよりも早く来ちゃったので隣のお店に入ってみることにしました。お土産屋さんとかいろいろ体験できるお店もいろいろあったりするんです。ぜひね、お越しいただいた時は遊びに来ていただけたらなと思います。置いてあるものがね、どれも可愛いんですよ。すごい可愛くて、もう一つここの並んでるやつの左の棚にある、もうすぐ動画に出てきますけれども、これ見えますかね、左の上に映ってる16分音符のこれ、重りなんですけど、これ欲しいなと思いました。何に使うのかわからないけど、何かこう机の上とかに何か置いた時とかに支えにいいかなと思いました。他にもね、こうじっくり見てると素敵なものがいっぱいあるので、ぜひ遊びに来た時はこのお土産コーナーっていうんですかね、そこもぜひ立ち寄ってみると面白いかと思います。そしてお店を出てこっち側に行く道もなかなか素敵なんですよ。僕実はこっちの方の道歩いたこと1回か2回ぐらいはあるんですけど、あんまり奥の方まで行ったことなかったんですね。歩いてみたらこういう看板があって、なるほど、この萌木の村はこんな風になってるんだなって初めて知りました。で、一つ気になったものがあって、これからそこに向かいます。まずね、ここにこんな広場があったことも知らなかったんですよ。いや、もっと早くしてたらよかったなと思いました。そしてちょっと見えてきました。わかりますかね、このメリーゴーランドがここにあるんですよ。知ってましたか？僕知らなかったです。結構有名らしくて、僕はなんで今まで何回も来てるのに気づかなかったんだろうって思いました。しかもこのメリーゴーランド乗れます。なので大人の方もいいのかな、ぜひ遊びに来た時とかは乗ってみると楽しいんじゃないかなと思います。いいですよね。なかなかメリーゴーランドって大人になってからまじまじと見ることがなかったので、なんかいいなって思いました。もうね、着いた時はもう5時を過ぎていたので、ほとんどお客さんもいない状態でした。メリーゴーランドね、周りぐるって回ろうと思ったんですけど、ちょうどお散歩をしてるワンちゃんたちがいて、まあ僕ワンちゃんはすごく好きなんですけど、まあ映像をね撮ってるので、ちょっとあまり映り込むのは悪いなと思いまして引き返すことにしました。いや、空がねとっても綺麗でした。なんか完全に真っ青の空もいいけど、ちょっとこうやって雲があるのもいいですよね。で、夕方はいろいろなワンちゃんたちがいましたよ。そしてもうね、時間になってきたので待ち合わせ場所に行くことにしました。もうこの場所の光景も私の動画で何回も登場しているので、もう見慣れてきた風景ですね。そして僕はいつもここに来ると、地下のまずこのオルゴールの売ってるお店ですかね、に行きます。こんにちは、今日もテストに来ました。ありがとうございます。はい、あ、よく知ってますね。そうなんですよ。そうなんです。前回はなんかニス塗った用の紙でこのツルツルな状態でやってたんですけど、なんか届いた紙が薄かったのか。で、もう一回ニス塗って。なんかいい感じ、そうですか。そうです。今度はちゃんとスムーズにいって。本当ですか。地味にこのニスがすごい重要なんだなって思いましたね。全部もうこれで開け終わって、あ、そうです。これ一応フルバージョンで、でもなかなか前も途中まで良かった、9割方 OK だったんですけど、うんうん、やっぱりなんかうまくならないところがあったりとか。そうなんですよ。だからちょっと作り直して、うん、
まあ、でも大体できてるので多分これで全部なるんじゃないかなって。本当ですか？はい、結構あれですね、穴の数というか複雑というか多いですね、うん、そうなんですよ。特に後輩になればなるほどやっぱめちゃくちゃ多くすごいめちゃくちゃ多いなと思って今すごいですね。でも前あの聞いていただいた時にあのシロフォン、はい、木琴の音が張った方がいいねって言ったので、はいはい、木琴の音入れたりとかしましたやっぱ動きがあった方がいいですもんね。そうですね、見てて楽しい感じはですよね、だなと思って今回ちょっとごまかしてぜひちゃんと鳴ってくれるといいんですけどねまあでもあと本番まであと1週間ちょっとあるのでまだあと何回か来て微調整はするかなっていうところです ね。今日もあの予約ありましたよ、こじこじさんも言ったんですけど。本当ですか、はい、誰だろう、気になる、嬉しいな。Facebook とかそういうので見たりとか告知とか見て Facebook か YouTube とかでですかね。いやでも嬉しいですね、やっぱそういう方がいるとなんか励みになりますよね嬉しいですよね誰も来なかったらどうしようとか思いますしあ、そうなんかあの原曲の方も聴いてくださったみたいでありがとうございました。気になっちゃってそう、あんな曲でした。でもなんか原曲もなんかすごいいい曲やと思って。本当ですか、うん、そう、うん、そうなんかあんな曲をやってます。朝礼でも朝礼、はい、会社の朝礼でも、はい、あのそういうイベントがあってすごいいい曲なんで皆さん来てくださいねっていう。あ、本当ですか、ありがとうございます一人々のね、みんな多くたくさん来てくれるといいな。いや本当にしてニスが張りすぎそう、これ開け方失敗すると結構破れちゃって、せっかくテストに来たのに破れたら嫌だなと思ってありがとうございますというような小話をしていよいよテストに向かいたいと思います。ここにね働いてらっしゃる皆さんすごく優しい方ばかりで、すごく応援してくれるし、どんな曲を作ってるのって言って原曲も聞いてくれたりしてすごく嬉しいですよね、そういうのって。でその原曲もいい曲だねって言ってもらえてすごく嬉しいですね。はい、もうこの時間帯はもう受付が終わっていてお客さんもいない時間帯になってきてるので、リモネイルがある場所に行ってきたいと思います。宣伝しますよしますしますよし。そっか、前聞いてもらった時はあんまうまくいかなかった回を聞いてくれたんですよね。そうですね、丸まで1回聞いた回と、ですよね、あんまり音が鳴ってない時でしたよね。じゃあですよね、今日はちゃんと鳴ってくれることを祈ります。けどまだちょっと鳴ってないところがね、だいぶ最後の音ありましたっけ。いやないんですよ、あそこ本当は別の音も鳴るはずなんですけどなんでシルフォンソロになっちゃったんだろうな。最後にね、あとちょっとなんだけどな。ありがとう、原因分かったかも。
ちょっとセロテープもいいですか。はい、いやもうこれで多分ねなる。なんかね音を止めるスイッチが入っちゃってるここに間違って。そのせいかも。あるんですね。そう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 。なんか音色を切り替える前に一回入れるんだけど。そうなんですよ。そうなんですよね。お疲れ様です。だんだんできてきました。めちゃくちゃ良かったです。なんか本当全国の日向坂ファンをここに集めて聞かせたい。いや本当に聞いてほしい。ありがとうございます。すごい良かったです。めちゃくちゃ頑張りました。いやお客さん増えたらいいな。この穴がこいつだこいつこれですこれです, これです、うん、これを間違って開けちゃってたんです。これで音が最後出なかったんですね。あ、じゃあそれを下げば多分最後まで乾燥できると思う。家帰ってちゃんと穴埋めるけどね。よし今度も下に降りて聞いても大丈夫かな。なんか途中で引っかかると怖いなと思ってたんですけど多分大丈夫かな。ですよね。よし、さあうまくならなかった原因が分かりました。これで多分完璧になるんじゃないかなと思ってます。うまくなってくれることを願いつつテストします。いつもねこう後ろでもし引っかかっちゃった時に怖いのでいつも後ろにいたりするんですけど、もうここまで来ると誰もいなくても大丈夫そうなので、もう最初からねこうお客さんと同じところにスタンバイして聞いてみることにしました。うまくなってくれますように、そんな気持ちでスイッチ入れました。なったなった。ちょっと全部聞かせられないんですけどうまくいきました。いやすごく嬉しかったね。ちょっとこの動画だとその嬉しさを僕表現するのが下手なのであれなんですけど、内心すごく喜んでます。いやここまで来るのすごくね道のりが長かった。ちゃんと最後ブックも畳まれてました。よっしゃ。そうですね。よっしゃやっとできた。あとはもう表紙ですね。そうですね、表紙とあとはその最後のページにこれを聞きに来てくれた人の名前を書けるところを作ろうと思って。おお。そうそう、よくなんかああいう展示会とか行くと受付で書くのあるじゃないですか。なんかそういうのあったらいいなと思ってて。そうなんですよ、やりました。でも一応完成なんだけど、なんかもうちょっと詰めれそうだなっていうところが見つかってしまった。なんかあのスネアドラムあるじゃないですか、はい、なんかあれからもうちょっと強く出たらいいなと思ってて、なんか2つ同時に鳴らすことないから、あスネアの穴をもう2つ同時になるようにしたらもうちょっとスネアの音が前に出るかなとかね、もうあたりも微調整をやっていく感じなので、ありがとうございます。いっぱい付き合ってくれてありがとうございます。よし、何でもできるんだなって思ってね、改めて感動してますこの子に。ねすごいですよね、ポテンシャルが高すぎてね。何だろうと思ってきちゃう。よし、でもこれで本番前にどれか間に合いそうだ。よかった。いやでもさっきセロテープでよかった。やっぱ穴が原因が分かってよかった。すぐ物差しありがとうございました。助かりました。家に帰ってからそんなことかよってなってたかもしれない。よし、今日のテスト終わりです。早かったでもちゃんといいテストになってきます。よかったです。お仕事終わりにありがとうございました。
今ってちなみにどのくらい予約数があるかとかって分かったりしますか？うんうん、電話で予約をくださる方もいるしメールでくださる方もいるんですけど、ほうほう、1回目が3組、うんうん、7人と、うんうん、2回目が7人と、あ、3組っていうのが3組で7人と、なるほどなるほど、2回目も3組で、うんうん、こっちも7人ですね。マックスで何人までいける感じですか？50人だっけ今、感染対策とか。今は感染対策上は30とか言ってますけど、全然30以上入れてます。 OK、 じゃあ目標はそれをいっぱいにしましょう。目標はそこでちょっと宣伝頑張ります。日向坂とか言っちゃえばすごい来るんじゃないですか？まあね、でもなかなかちょっとね遠いっていう人も多くて、そうなんですね、若い世代とかだと車とかなかったりすると、そうですね、ちょっと遠いですよね。そう、来てくれるといいんだけどね。そうですね、 CD 出してくれとかそのうちなんか来そうですね。ね、ね、いやでもよかった。遠い勢なんかは特に、まあそうだよね。いやこのなんか動画も撮りたいんだけど、いつ公開にするか迷ってて、なんかある程度やっぱここに来ないと聞けないっていう状態にしたくて。そうですね、そうそう、そういう方がなんか来る楽しみがあるじゃないですか。何分前とかに乗せちゃう。いやどうしようかな、迷い中。じゃあまた、次はあの機材とかも置けるように2階席開けるんだったら開けるんで。ありがとうございます。また相談させてください。はい、いろいろ、はい、ありがとうございました。ま、はい、ありがとうございます。でも変に早く帰るとなんか帰宅ラッシュの渋滞にぶつかるみたいで難しいですね。ね、ありがとうございました。お大事に。はい、今無事にやってきました。テスト終わりました。今回は無事に最後までなりました。一回今日やってきた時に最後の最後でうまくならないところがあって、なんでだろうって結構悩んでて、まあ、よくあの定規、物差し、住んでるところによって呼び方が違うみたいですけど、もしかしたらそれが原因かなっていう、あのレジスターのね音色を切り替える一回リセットする穴のスイッチがあるんですけども、あのそれを私がどうやら間違って上げてしまっていたみたいで、それが原因っていうのは分かったので、急ピッチでセロテープで借りて穴を塞いでやってみたら無事に最後まで行けました。やった。これでどうにかフルまで完走できたので、無事に皆さんにお聞かせできる準備は整ってきたかなと思います。でも自分の自己満足的にはもうちょっと詰めれそうな気がします。今 99% ぐらい OK なんですけど、あとその 1%、 例えば今日気になったのはスネアドラムが2個あるんですよ。大きいのと小さいの、まあ、もちろん連打ができるように2つあったりするんですけど、もうちょっとスネアの音が力強さが欲しいなと思っていて、それはこう同時に2つ穴を使って2つのスネアを同時に鳴らせば多分力強いスネアの音になるかなと思っているので、はい、そのアレンジをもうちょっと詰めてみたりとか、あとちょっともうちょっと微調整して仕上げたいなと思います。できるだけねこう聞きに来てもらった方とか聞いてくださる方に聞いてよかったって本当に思ってもらいたいなと思ってるので、きっとそういう細かいところ時間の許す限りできるだけこだわって作っていきたいと思います。まだまだ席に余裕があるそうなので、ちょっと遠いところではありますけども、絶対気に来てよかったなと思えるものを作っていますので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。じゃああとちょっと頑張りたいと思います。まずは気をつけて帰りましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。今回も動画見てくださってありがとうございます。本当に最近ちょっと忙しすぎてコメント返しできてなかったりもしますが、皆さんのコメント一つ一つ勇気と元気とやる気とモチベーションと励みをもらっております。本当にコメント書いてくださっている皆様、高評価くださっている皆様、ありがとうございます。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。